はい、どうも、皆さん、こんばんは、ゆきあみです。今日は、シード機限定戦、また、ちょっと睡眠不足の中、今度はバスターガンダムで行きたいと思います。久々のバスターですね。今回は真っ黒にペイントして、出撃したいと思います。ニューホンコンだと思ってたら、シャバクジョだったっていうのは内緒です。そう、真っ黒にしてれば、ニューホンコンならバレねえと思いながら、出撃しようと思ってたら、シャバクジョになってた。全然分かってなかったな。失敗したぞ。よう、保護色にしようと思ったのにな。よろしくお願いします。とりあえずどうしようか。走行強化2できたんでね。最近やっぱりデュナメスをね、使ったというか、やっぱりバスターはね、ちょっと動きが鈍いっていうのは分かってるんでね、ちょっとその辺気をつけながら戦おうと思います。デュナメス同じ感覚でね、前線ハローなんかしたら死にますからね。しっかりと狙って、んこれはチャンス？よし、当たった。これを止めとく。まずは削る。そう、まずは削る。当てるよ。よし、当たった。バッチリ。さあ、次はドイツだ。多分俺を狙うんだろうな。あの、プロビデンスは、私を狙っている。はい。よーし、いいね。狙い撃つよ、私は。フリーダムもね、どっかででかいのを狙ってくるはずだから。やつも気をつけないとね。ここ。当たんねー。やばい、前線がまずいことになってるぞっと。うわぁ、危ねえ。危ねえ。ここ。よし、動きを止め。ちょっと、あ、味方が全然来てない。ちょっと助けてほしいな。ちょっとだけ。こっちにいるぞ。マジで、ちょっと助けてほしいかな。危ねえ。よし、距離を取ればね、フリーダムちょっと距離を取りすぎだ、それは。ここ、あった、危ない。距離をこれだけ取ってくれるとね、逆に助かる。ここ、よし、当たった。危ない。さあ、いいぞ。フリーダムと打ち合いをしたら、なんとか勝てますからね、これなら。危ない。イージスが私を狙っている。はい、あ、はい、やべ。思ったより距離を詰めて引き上がるな。よし。おい、あ、やばい、横から来た。これちょっと誰か潰して、ここ、よーし、オッケー、ここ、よし、よし、いいぞ。私の戦役能力舐めてもらっては困るな。あ、今、もういっちゃ、よーし、オッケー、バッチリ。私のバスターを舐めてもらっては困るな。デュナメスよりは確かに速くはないよ、けど私の射撃能力を持ってすればね、こんなやつだ。あ、なんか来たぞ、あれだ、ここ、当たった、もういっちゃう、危ないな、これ。よし、どっかで狙っていこう。ここね、当たった、もういっぱい撃つ。そして危ないから使うロックオンキャンセルを使って、危ないな、これ。おい、よし、当たった、もう一発、よし、いいね。これ、こっち、こっち、これを狙って。こいつと写真だったらちょっとさすがに俺も不利だ。ここだ、逃がさん、よし、捕まえた、よし、もう OK。 次はさあ、ちょっとね、プロビデンスはね、対処法としてはやっぱ射撃の瞬間ですね。むずい時があるんで、止まる時がある、今ああいう瞬間ね、狙うのがベストかな。さあ、どっかでチャンスが来るはずだ。気をつけろ、みんな、後ろから2人湧いたぞ。この辺当たってね、ちょっと気をつけないとね。あら、当たらないな。この距離からは距離か、当たれ、まずいな。どうする、どうする、当たれ、当たんねー。ちょっとこっちにみんな来てほしいな。当たんないわ。はい、ヘルプ。さあ、どうしようか。これまいったら、私がちょっと時間稼ぎするしかないな。よし、これは今こそ私の時間稼ぎが試されるとき、ガード固めよう。ここはちょっと捨てよう、自分は。時間をちょっと稼いだと。よ
よし、これでちょっと立て直しができるはずだ。味方が最低3対1でね、大きまるのは危険なんで。ああよしよしよし、終わった終わった、ありがとうございます。危なかった。しかし私のバスターはどこへ行った。さあバスターもね、動きはちょっと鈍いですが、まあワンテンポツーテンポ遅いことをね理解して知って、まあ刺激を狙っていけばある程度は戦えますんでね。まああとはやっぱり他の刺激はともかくとして、やっぱバスターはあんまり接近されないようにするのがやっぱベストですね。接近されたらもうどうしようもできないんで、まあ、1対1ならともかく、さっきみたいな3対1はもう不可能ですね。はい、今回バスター、このような結果になりました。はい、撃破後、損壊1、アシスト1、選挙1というような結果となりました。はい、次回ね、まあシード限定戦がちょっといつまでかちょっと把握してないんですけど、多分あと1、2日あると思うんで、まあうまく実況時間が作れたら、このまま残りの、イージス、そして、エールストライクと、シード5機を使っていこうかなと思っております。はい、今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さん、おやすみなさい。